重力一生反抗期パワーチューブのウッシーです。やってまいりました、目指せ世界記録、ウッシーシェフィールドへの道パート6。はい、ということでこの企画も第6弾となりました。僕のビッグ3を強くするためのトレーニング、一緒に見ていきましょう。それではどうぞ。はい、まずこちらがノーベントデッドリフトの280キロになります。はい、前の週でノーベント270が成功していたので、まあ、ちょっと挑戦ということでやってみましたが、280めちゃくちゃ重かったです。ちょっと別次元ですね。やっぱりこんな感じで潰れました。たまには潰れるのも出していきます。で、ベンチプレス 177.5、 こちら硬い台、新型エレイコのベストタイですね。はい、やっぱ硬い台はね、ベンチがどうしても重くなってしまいます。はい、まあ、上がったのでこちら次180を今後狙っていきたいなというところです。こちらテンポベンチプレスの 155kg×3 レップということで、こちら頭の位置にケイタさんについていただいて肘の落ちを見てもらいました。この時ですね、ケイタさんがジャパンクラシックベンチ、ベンチプレスの日本大会から帰ってきてすぐのタイミングでしたということで、まあ、その経験を踏まえて僕の肘の落ちどうですかということで見てもらいました。肘の落ち問題ないという、まあ、お言葉いただいたので安心しました。次こちらブルガリアンスクワットの 130kg×8 レップということで、はい、補助種目シリーズですね。まあ、ブルガリアンスクワットの重量、まあ、補助種目全般ですね、重量こだわってやっています。当時このバーベルのブルガリアンスクワット始めた頃は 110kg の8レップとかで結構限界だったんですけども、まあ、スキル的な部分も、合わさって、今ここまでできるようになりました。まあ、今後140だったりっていう重量を狙っていきたいと思っております。で、こちらがシールローの 50kg×10 レップということで、めちゃくちゃ重いんですよ、シールローの 50kg って。まあ、これ10レップと言いながら、僕は実際、まあ、ちゃんと引けてるのは6、7ぐらいですね。全然最後のこんな感じでもう7、8、9、10。8、9、10はもう全然半分ぐらいしか引けてないですね。はい、これぐらいやっぱり重いです。まあ、でもこの種目は重いのガンガンやるべきだと思いますね。こちらがポーズデッドリフトの 280kg になりますね。こちら僕のポーズのベストですね。はい、かなりいい感じでデッドリフト感覚に戻ってきてます。これ今後注目ですよ。はい、でこちらがセーフティーバースクワットの 190kg×5 ということで、こちらもベストですね。まあ、セーフティーバースクワットね、これめちゃくちゃやっぱきついっすよ。この顔見てください、顔。もう目ん玉飛び出そうな感じで、これ、ほら、はい、もう。これぐらいのやっぱ顔がですね、スクワットでやっぱ大事になってきますね、本当に。はい。これすごいっすね、本当に。我ながらすごいなと思いますね、はい。この顔には。いや、でもセーフティーバースクワットかなり強くなりましたね。最初は本当に120キロ、激重みたいな感じだったので、まあ、本当技術とそして筋量と、兼ね合わさっての結果ですね。めちゃくちゃ重かったです。はい、でこちらがウォームアップ編ということで、ちょっとこういった動画もやってみました。四股踏みみたいな感じで、まあ、このお相撲さんのやつをちょっとこうやる感じですけど、ね、こちらですね、昔あのスピードスケートをやってた時にですね、あのコーチからこう勧められてやっていたことを思い出して、ちょっとやってみようと思ってやったら、すごくいい種目なんですよね。まあ、この股関節周りのこの安定性を高めるというか、まあ、柔軟性ももちろんですね、まあ、そういったところを総合的に結構整えることができました。で、次ディップスですね。60kg×10 のディップス10レップということで、ちょっとベンチで肩の違和感を発症してからですね、ディップスちょっとお休みしていました。まあ、でも今もすごく調子が良くなっているので、ディップスを再開したという形ですね。ベストがですね、70キロの10レップかな、10レップは。はい。まあ、なんでそこまではしっかり行きたいですね。これ結構久しぶりのディップスだったんで、まあ、60、10でもう限界でしたね。70はとてもいけなかったです。はい。まあ、しっかりこういったところも戻していけたらなというふうに思いますね。こちらワンレッグプレスの 140kg×10 レップになります。またまた補助シリーズです。皆様ワンレッグプレスやっていますでしょうか。こちらの種目はもうめちゃくちゃいい種目です。僕はですね、始めたきっかけとしては、よくパワーチューブに出てくれるカンタ君がですね、やっていて、それに触発されたのがきっかけだったんですが、まあこの種目何がいいかと言いますとですね、まあもちろんその筋肥大取るとしての良さはもちろんなんですが、まあ、足裏の感覚を良くするっていう、
そこが僕結構大きいかなと思ってて、まあ、この片足で押すことで足裏全体で押すっていうその感覚をより研ぎ澄ませることができるんですよね。僕は本当に足裏全体で押すのがこの種目をやってすごく上手くなったと感じています。はい、まあ、もちろんその筋肥大のためのボリュームを稼ぐというところでもいいですし、本当にいいことがめちゃくちゃある、まあ、そんなワンレッグプレスですね。ぜひお試しあれ。はい、で次ウォームアップで、こちら僕勝手にウェーブと名付けたんですが、なんかキャット&ドッグみたいなのあるじゃないですか。それにこう流れをつけたような感じですね。まあ、こう背骨が動いているかどうかの確認も込めてやってます。で次がケツ上げベンチの 150kg×5 レップということで、まあ、この日はですねちょっとその下背部の疲労がすごかったんで、あのアーチを組みたくないなというところで、こう足を台に乗せて、でまあケツを上げすぎないケツ上げベンチといいますか、そういったベンチをすることで、まあボトムの位置は普段と変わらない位置に設定してっていうような形でやりましたね。はい、胸の疲労はすごいですよ。で次デッドリフトの 290kg ということで、こちらはいもう過去最高に軽かったですね。290もかなり仕上がってきたなと思います。300はいってますね絶対。でラストこちらデッドリフト 240kg×5 レップ、今の290の後ですね、まあ、セットで動きの確認を行いました。まあ、僕は結構ですね240ぐらいが最近は動きの確認をするのに、まあ、ちょうどいい重量になりましたね。うん、こうなんすかね、最近のデッドリフトはグリップの感覚が良くなることで、全体の動きが良くなった感じはありますね。やっぱりこうグリップ外れそうな中でデッドリフトをやるのはやっぱりこう全体の動きの流れをちょっとこう阻害してしまうところがあるんで、意外にですねそのデッドリフトで詰まっちゃうとかいう人はグリップに問題があるなんてこともあるかもしれませんね。僕めちゃくちゃ今調子いいです。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。こんな感じで今週もしっかりやりきってきました。でですね、僕がツイッターでつながっているヨシさんという方がいるんですが、まあ、この方筋トレにまつわるブログを書いていましてすごく面白いんですけども、その中のブログの一つにシェフィールドについてまとめてくださった記事があるんですよね。まあ、そのシェフィールドの概要っていうのがすごくわかりやすくまとまっていたので、ちょっとぜひ興味のある方見てみてください。こちらの動画の概要欄にリンク貼ってありますので皆様読んでみてください。さあシェフィールドまで残り1ヶ月とちょっとですねのとこまで来ました。気を抜かずに全力で準備してまいりますので、今後とも応援よろしくお願いします。では第7弾でお会いしましょう。良いパワーライフを。